ホルテピアノ、フレデリック・ブッフ・ホルツ、1835年頃。ジラフ・ピアノ、フレデリック・ブッフ・ホルツ、1820年頃。フルイデール・イク・ブッフ・ホルツは、ピアニスト、ピアノ制作者、オルガン制作者であり、1825年から1826年は、ワルシャワ・オーバー・ギルドのギルドマスターを務めた。日本語では、ブーフ・ホルツとも表記される。 フリードリヒ・ブッフ・ホルツは、ワルシャワ在住のアンジェ・ブッフ・ホルツと、妻のエヴァの息子である。年季明けの職人として、ブッフ・ホルツは、ワルシャワから旅に出た。1815年頃、ブッフ・ホルツは、オルゲルバウマイスターの免許状を持って戻り、マゾージャッケ通り1352番地に、ピアノ・オルガン製作工房を開いた。1825年、ブッフ・ホルツは、家と店舗を購入した。 1817年から1819年頃、ブッフ・ホルツは、W ・バウエル及び W ・ジャンセと共に、オルガン、楽器製作者の新都団、または、ギルドの設立を当局に申請し、その後、ギルドのグランドマスターとなった。最初、ブッフ・ホルツは、ジラフ・ピアノを制作し、すぐに認知度を高めた。ブッフ・ホルツは、 こういった楽器を1823年と1825年のワルシャワ見本誌に出品した。1825年、ブッフ・ホルツはカイブルナーと共にマラディコーディアンを出品し、賞を得た。1825年の後、ブッフ・ホルツはビーン式及びイングランド式アクションを持つグランドピアノに生産を限定した。1826年からロンドンから マリアシマノフスカが持ち込んだ様式のイングランド様式の楽器を制作した。ギルドのピアノ制作者として初めてブッフ・ホルツは1827年から金属フレームマウントを使用し、それまでは必須であったピアノケースを捨てた。1830年代、ブッフ・ホルツと息子のユリアンは低音部と高音部で分離したマフラーを持つピアノを制作した。 彼の楽器は音楽家の間で最良の評価を得た。フレデリック・ショパンはブッフ・ホルツの自宅サロンと工房にたびたび訪れ、ブッフ・ホルツのピアノを購入した。ブッフ・ホルツのグランドピアノは1823年にショパンがワルシャワで初の演奏会を開催した際にも使用された。ブッフ・ホルツの会社の従業員には J ・マニング、J ・カーントフ、J ・エス・ルボーラ・ジャッキーがいた。 ブッフホルツの攻防性のオルガンは、ヘルム・ペルプリンで復元されたものだけが知られている。ブッフホルツは1819年にエミリア、ボレイテンスキーと結婚し、15人の子供を設けた。その中には、ユリアン、アロイジ、マチルダ・ドブロボールスカがいた。ブッフホルツは、ワルシャワのアウクスブルク新興国白福音教会の墓地に埋葬された。彼の死後、会社は、 妻と1841年から1846年頃は、息子のユリアンによって経営された。しかし、ユリアンの経営はうまくいかず、1846年頃に、会社は倒産した。ワルシャワ博物館のジラフピアノやポズナン博物館のグランドピアノ、ワルシャワのフレデリック・ショパン協会のグランドピアノ、アントニンのラジビウ公爵邸のピアノを含む、数代のブフホルツ製ピアノが、 今日まで保存されている。2017年、ピアノ制作者、修復者のポール・マクナルティがブッフ・ホールツグランドピアノの複製を制作した。ありがとうございます。